エルダースクロールズレジェンドっていうカードゲームを遊んでいこうと思います。まだ始めたばっかりだし、ちょっとカードも全然揃ってないんで,で、ルールもちょっと微妙なんで今、覚えたばっかりなんで、とりあえずまずね、コンピューター戦から遊んでいこうと思います。で、今使えるデッキが、この生存者の一団っていう、これ以外全部ロックされてるんで、まずこれからちょっと遊んで、使っていこう。さあ始まった。でね、このゲームやって、思ったその第一印象は、めちゃくちゃシンプルな、 ハースストーンかなってよ。ポア信者が襲ってくると、麻原か。なんだこれ。一応、ストーリーみたいなのがあるね。しっかりね。<laughs> で、マリガンがあるんだけど、えーと、まあ、3個スいきなりはちょっと、渋い。まあ、これ、アイテムもちょっといらないのあれ俺、こんなカード入れたっけ俺、入れた覚えないんだけど。ま、あい,いや、とりあえず全部引き直します。一旦目で出せるカード欲しいな。重てえなー、おい。 俺、ナナコストのこいつどうかと思ってんだけどね。なんて名前だったっけ軍団長官。あ、なんか怒られてる。やめてほしいな。すごいシンプルなハースストーンだなっていうイメージが湧いたんだけど、一応レーンっていうのがあるんだよ。青い線で引っ張る。なんにも出せない、今。渡します。どうぞ。これ、アナログ TCG TC だったら、俺今右手を出してるわ。前の方に。向こうの、相手の方に。どうぞ。いや、ターンエンドです。どうぞ。みたいな。うわあ向こう、早そう。 早いデッキだな、これ。召喚用意します、そして。忘れてたけど。えーと、これが、なんだっけガード、ガードね。えー、敵は先にこのクリッチを攻撃しなければならない。強制的にこいつに攻撃しなきゃならない。ですが、こいつ、いやー、しょうがないか。これ出すか。しょうがないね。で、まあ、見た目通りなんだけど、右レーンにいる敵は、右にいるやつにしか攻撃できないんだよね。 で同じように左に、だから左にいるやつが右に攻撃することはできないっていう。うわぁ、まずはやられちゃいます。なんか重たいな。2点減る。あ向こうマジかある。ずるくない俺ないんですけど、あの右上のこのなんかリング。青いマガ玉みたいのついてるやつ。え、なんで向こうそんなの持ってんのずるくないあれ押すと、マナが増えます。自動的に1個。ずるいんですけど、向こう。うーん、まずこれ出すか、じゃあ。 体力4あるからね一応まあって言ってもただのバニラなんだけどねまあカードゲームやってるとバニラって大して強くないまだ何これクリーチャー1体2ダメージあっない何それ敵強くないこれ <laughs> せっこうあきたえっ、ー、とねそうそう何かシールドあのデュエマのシールドみたいなルールもあるんだよね5点減らされるとカード1枚引けるっていう で、そこでトリガーチェック。だから、デュエマン、デュエマ見たくシールドチェックがあって、それでシールド、なんだっけ予言っていうか効果持ってるカードだったら、タダで使えることができるみたいな感じかな。いや、でもね、状況立て直すっていうかね、右から一個一個ちょっと崩していく以外の方法がないな、ちょっとこれ。ちょっと申し訳ないけれども。俺は一旦に一枚ずつしかカード出せない。しょうがないけれども。 厳しいですねこれ状況状況厳しいですよ本当にこれなこれこれバニラかやっとここす何これちょっと待って確認確認11これあれだわあのだからちっちゃいカードを両方の例に出せるっていうカードだねうんなるほどこのサポート敵のサポート1枚っていうこのサポートの意味が分かんねいんだよなだかからなんか 安易に使えなないんだよなこれは破壊しせざるを得ないか3点ダメージファイヤーボール悲しいねこれさっちゃん悲しいねとりあえず相手の体力減らさないとほんと悲しいならねえからな27フルタ田のせ番号、まあ、強っていうなら向こうの手札がカツカツだっていうのはあるけど何それ何これガードか え55のガードって強っふざけろよマジで <laughs> マジでふざけろよ本当に向こうが本気すぎてびっくりするわちょ引くわドン引きなんですけどマジで勝ちゃいいってもんでもないと思うんだけどねこれ本当にもうちょっとゲームっていうものをさこれどうしよっかな55のガード結局 結局攻撃しなきゃいけないから悲しいけどせっかく5点にあげたのは悲しいんですがこうしますもうしざるを得ないよなもう相打ち向こうの手札切れちゃうんだけどこれで1枚引くんだよねうんもうしょうがないわちょっとターンエンズターンエンズああこれなんだっけ2点ダメージ与えるんだっけいいカード持ってるなくれそれくれそれ俺に 強,っ <laughs> 強いな次俺があれか7個数だからてか重たいんだな俺のデッキ基本的に俺まあ、俺っていうか用意されてるデッキなんですけど攻撃力2かあこれいいなうんこれいいなえー、っとちょっと待ってねまずこれ使うかこれで 1> 1, 1の兵士が両連に出るこれねあっすげえ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 あこういうことなんだあ4体出るってことなんだ <laughs> これ意味が何か分かってなかったなあ1連を満たすってそういうことかあ俺俺何か,かてっきり両方の連に1体ずつ出すのかと思ってたなんか俺勘違いしてたなこっち潰すかよし次のターンそっかこの 11のカードをいっぱい出してでそれでこの長官出すことによって俺のこの何11の小粒兵士たちをまあ一応22にはできるんだ能力値を上げることができるっていう一応そういうことがあるんですがこれ何これこのカニレーザーみたいななんなんこれ使えますか長官出しますかでみんな能力上がりますと。 でさすがにちょっとここは潰すか。相手の手札がないね。これ、あえて追撃しない方がいいかな。相手の手札が今攻撃しちゃうと、2点目これ与えちゃうと、手札1枚引いちゃうから、あえて相手の手札をカツカツにさせたい。で、こっちの盤面をちょっと作り上げたい。しっかり次、何引くかだな、これ。 わ普通なんか大したカードじゃないやんうん相手のルーンがは、えー、破損している場合カード1枚引くあーなるほど召喚時ワンドローか手札アドでも今引くか今だってこっちの手札の方がしっかりしてるもんな5打ってこれもう一回打ってもいいかなこれついこっちに打ってみてもいいかなで次のターンこれ出すっていうこともできるから で俺このカードの,そのサポートっていう意味がちょっと分かってないんだけど、まあ、とりあえず出しとくか出す,出すだけ出すと出そうね出すだけ出しましょうこれは倒すかうん、まあ、殴るか、まあ、せっかくだしここは殴らざるを得ないかいつまでも殴らないっていうのもどうかと思うから、まあ、盤面ちょっと整ってきたしね まだこっちも知らないから5点は減るけど。んあ、やられた。え、そんな使い方すんだこれはコンピューターっぽいな。ザ・コンピューター的な。うん、来た。あ、ただのあれか。ミニミニくんか、ミニミニドクロくんか。<laughs> これだったらね、やっちゃいますか。長官出しちゃいますか。あ、その前にこれ出すか。これでワンドロー。 うわー、カニレーザー来た。どっちに出そうかな。まあ、でもこっちにしか出せないか。いや、まあいいや。まあいいや。ここを越せればいいわけだ。そっかそっかそっか。いや、でもこれ勝てるぞ。これ勝てんじゃないのどうなのこれ ?11 点でしょ。いや、これ決まったろ。あー、でもアクションカード大丈夫か。なんか近くで救急車止まったような感じしたけど、大丈夫か。 きた、NHK 史上、これはもう屈指の大逆転ですね、これ。ひゃー、ひゃー、きた、マイナス2、そんな表記になるんだ。